いやちょっとねヘビにね餌あげたんでね、この後ねバジェットガエルにねあげていきたいと思います。どこ見てんの。ちょっとねこの子にね餌あげますんでね、ちょっとミルワームとかねそんなのばっかだったんでね、ちゃんと肉をね与えていきたいと思います。肉ですね、肉。あーすごいな、興奮して。大丈夫、大丈夫かな。見てください、ほら丸目タピオカガエルって言うんですけども、まあ目がねタピオカみたいだから、まあタピオカガエルとかって言われてるんですけどもね、でも実際はね違うんですよ。発見された場所でまあ名前つけられるんですけども、その時ねどうやらねタピオカラカンっていうね仏像さんですね、仏様、まあ、これそれに似てるっていうんでね名前がつけられたんですよ。そうタピオカガエルですね、プチプチしてるね、あのタピオカがねまあ名前の由来になったわけじゃないんですね、うん。まあ、とにかくねちょっと開けていきましょうか、ちょっと開けていきましょうかね。ほらおいで、待って、よし、ちょっと待ったらよ、それじゃ行くんじゃないぞ。このねマウス開けたいと思います。食べるかな。ほらマウスだぞ、食べ。ほら、あいた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 、あいた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 。危ない。食べた食べた。お、しっかり食べましたね。食べた。おいしい。こうやってね、あのバチットガールに餌あげるときは、しっかりとね、あのピンセットあげてくださいね。そうしないとね、怪我しますんでね。どうだ。すごいね、食いっぷりですよね。いやほらこんな感じでね、ほらちょっとねこれほら切れちゃうんですよ、斜めにこれパッと入ったんでね切れちゃうんですけども、食う時もあるんでね皆さん気をつけてくださいね、うん。まあ、私は結構ね噛まれてるんですけども、まあ、すぐ止血こんなのできるんで大したことないんですけどもね、この子ねほんと可愛いんですよ。なんかねツイッターでこの子のね写真とか動画流したらね、小銭入れみたいってね、小銭入れみたいだってね、あのお財布みたいだっていうね、あ、お財布か、お財布みたいだっていうねコメントもあったんですよ。この子の名前どうしましょうかね。まあ、とりあえずこの子はね、うん、まあピンクマウス1匹もあげればね1週間ぐらいはねまあ持つんじゃないでしょうかね、余裕で。これこれ、あれ、どうした、お、飛んだ。待って、どこ行くの、どこ行くのかな。食べたばっかだろ。待て、クエリのお前は。ああ怒ってんの、待て。あや、何怒ってんの。かわいいね。怒ってます。あんまりじめちゃうとかわいそうなんでね。どこ行くの。こりゃ。どこ行くの。どこ行くの。どこ行くのかな。かわいいお目目して、どこ行くの。お、私は渡せちゃった。危ない。落ちますよ、そんな方。あ、落ちた。くれ。ちょっとかわいそうなんでね、そこも戻してあげますんでね。はい、ダメ。とまあね、こんな感じでですね、まあ、ピンクマウスを与えたりもね、まあ、今後ちょっとしてきますんでね、まあ、これからね、この子の出番もね、増えていくと思いますんでね、どうぞ皆さんね、よろしくお願いいたします。かわいいでしょう。このね、タピオカガエル、かわいいんですよ。本当にね。こんなところでですね、まあ、私の飼ってるね、丸目タピオカガエルちゃんのね、まあ、生存確認のね動画でしたね。これからねいっぱいね動画に出てこようね。はい、それではね皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバイ。